月に一度の特集コーナー、街を元気にする達人たちです。今回はどんな達人が登場するのでしょうか。ではご覧ください。上町にやってきました。今回はこの周辺を歩いて達人を探します。では行ってきます。雑貨屋さんでしょうか。あ、もうすごく雰囲気がいいお店ですね。ちょっと入ってみます。なんかどことなくヨーロッパのお家の中にいるみたいな感じがします。はい、ありがとうございます。そしてまたね、ちょっと歩いてみたんですけど、この中の雑貨ですか、すごく可愛いですね。はい、ありがとうございます。どういうものを中心に販売されているんですか。そうですね、可愛い雑貨を あちこちからいろいろ集めまして、はい、海外からの輸入雑貨もたくさん置いております。中でもおすすめといえば何がありますか。そうですね、店頭の方にもディスプレイさせていただいております。ロールトイズのショベルカー等になりますね。はい、ドイツ製のおもちゃなんですけれども、はい、実際の重機をモチーフにしたおもちゃになります。1、2歳の小さなお子様から楽しんでいただけます。小さいお子さん用っていうことなんですけど、私が見てもすごく可愛くてちょっと乗りたくなるんですけど。ありがとうございます。こちらね、はい、ヘルメットなんですけれども、はい、よろしかったらどうぞ。笑ってるじゃないですか。かぶっていいんですか。入るかな。入りました。じゃあちょっと雰囲気だけどんな感じかちょっとさせていただきますね。これ入りますかね。ちっちゃい子用ですよね。そうですね、お子さん連れで来られた、はい、お父さんもお母さんもやっぱりこう見ているとつい乗りたくなるみたいで、実際に乗っておられる方もいらっしゃるんですね。お子さんと一緒に楽しんでいただけるということで。そうですよね、はい、お父さんと男の子とかね、そうです、親子で楽しんでいただけますので。なんか動くところがあるんですか。そうですね、実際こちらのなるほど、はい、本物みたいに動くんですね。そうですね、はい。デザイン性もあるからインテリアとしても良さそうですね。お家の中に置いておくだけでもなんか楽しいかなっておっしゃってくださってますね。はい、いやこれ楽しいです本当に。ありがとうございます。子供用なんですけどね、はい、楽しいです。あたりは自然が多いですね。ここはウッドステージ、木工房って書いてますね。木の工房か。ちょっとお邪魔してみましょうか。こちらではどういうものを作っていらっしゃるんですか。テーブルとか椅子のなどの、ね、家具、それから子どもさんの、ね、石とかおもちゃなどのもの、それからクラフト品ですね、を作ってます。一つ一つ注文に応じて、イメージを考えましてね、なるべくオリジナル品を作りたいというふうに思ってましてね、全部違います。もう喜んでもらう顔がね、見たくて、作ってるようなもんです。今何か作られてるものとかってありますか。今はね、ちょうどおもちゃ箱ですね、木のおもちゃ箱ということで、1歳のね、お孫さんの誕生日に合わせるようにということで今注文もらってましてね、ちょうどこれがね、
そのイメージ図なんですけどね、これに従って今作っているわけですね。ちょっとそれ見せていただくことでできますか。はい、どうぞどうぞ。先ほど あのスケッチ図に従って作ってるんですけども、まああのこの中にまあいろんなおもちゃが入ると、はい、で、要望はですね、こうあのネジでですねいろんなものを組み立てられるようにということなんで、例えばプロペラとこれはね、はい、ここにネジを切りましてこう組み立てられるようにと、いうふうにまあ作ると、でこう車輪もですね、はい、ここにネジを作りまして、でこう全部ネジで止められるようにすると、2歳3歳となると自分で組み立てられるようになるんじゃないかと、まあ、そういう意味では長いこと使えるんじゃないかなと。中ちゃんのおもちゃっていうのはあのツルピカが原則でですね、あの手がねまだ皮膚が柔らかいですから、もうツルツルになるまでまあ磨くと、そういう工程を経てまあ完成ということになりますね。どれぐらいもこの仕事されてるんですか。5年前に会社をね、早期退職した後始めまして、で第二の人生の舞台は来たということでウッドステージという名前をね、つけたんです。なるほど。これからも安全で安心でオリジナリティのある作品作り頑張っていってください。ありがとうございます。あの元気なうちは頑張りたいと思います。期待してます。ありがとうございました。木工房の金子さんは無垢材ならではの質感を生かした木工製品の製作に携わっています。またキュリアスコレクタブルズではオリジナルのヒップバッグや奈良をモチーフにした雑貨なども人気だそうです。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら電話 74-1111 内線 222 生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-1105 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。